格闘トンネルは、熊本県人吉市と宮崎県海老野市の県境間にある道路トンネル。国道221号、または九州自動車道の各トンネルの名称である。国道221号にあるトンネル。1972年に開通した。全長1808.7メートル。トンネルの両側にループ橋がある。全区間を熊本県が管理する。 九州自動車道人吉熊スマート IC とエビのインターチェンジの間にある日本の高速道路トンネルとして第6位の長さを誇るトンネル。トンネルの長さが 5km 以上あるため危険物積載車両の通行はできない。該当する車両は南九州道や国道219号などを経由しなければならない。格闘トンネルが完成し、 人吉インターチェンジとエビのインターチェンジの間が開通したことにより、青森から鹿児島まで日本列島を縦貫する高速道路が完成した。約2キロメートル西側に被殺船が走っており、矢竹第一トンネルがある。格闘トンネルと同様に、矢竹第一トンネルが1909年に完成し、被殺船が全通したことにより、関門海峡の船舶連絡を挟んで初めて、 青森から鹿児島まで日本列島を縦貫する鉄道網が完成した。同じ九州自動車道にある肥後トンネルより短いが格闘トンネルは熊本県と宮崎県にまたがっている。肥後トンネルも含め八代ジャンクションエビのインターチェンジの区間は危険物積載車の通行は禁止されている。該当車両は県境を越える場合は国道二十一号。 人吉インターチェンジ八つしろインターチェンジ間は国道219号、国道3号、南九州西回り自動車道等を経由する必要がある。ありがとうございます。